皆さん、こんばんは。こんばんは。あまたかのチョイス。私たカピかぴーと。あまたと申します。はい。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回も始まりました。あまたかのチョイスですけれども。うん こちらの放送ではですね、毎回特定のテーマを選んで、チョイスしてですね、そのテーマについて30分間、私たちの考えを語り合ってお届けしていく内容になっております。はいはい、日常の何気ないやり取りの中からですね、まあ、新しい気づきだったり、学びが得られるような、そんなきっかけになるようなラジオとして、 お届けしている、そんな、今日、この頃でございます。はい。はい。ということで、まあ、今回も30分ということで、お届けをし,きたい、えー、していきたいと思っているんですけれども、えーはい、そんな、今回のテーマは、どんな感じでございますでしょうかテーマ候補読み上げます。はい。 一つ目が、収入。収入。やりがい。やりがい上司。上司。情報。情報。認識。認識。自由。自由。夜更かし。夜更かし。SNS。 SNS. うん。はい。ありがとうございます。では、この中から、チョイスをしてお届けするということでよろしいでしょうかどれをちょチョイスしましょうかチョイスですよ。<laughs> それこそちょいちょい入れてきますね、その。<laughs> いや、まあいいですけどね。いや、もうそれをわかる人は今どれだけいるんだってちょっと言いたくもなるんでね。<laughs> まあまあまあ、ちょっとね、以前以前ね、ちょっとこの甘高のチョイスをやる前に少しだけちょっとやっていたラジオの時にそんなまあネタというかちょっとね、やりとりがあったっていうだけの話なんでね。まあちょっと、まあもちろんその頃からで聞いてくださっている方がもしいらっしゃるのであれば、まあそれはそれで嬉しいなとは思いますけどね。<laughs> はい。まあまあ、そんな話はまあ一旦置いといてですね。はい。じゃあまあ、テーマを選んでいきましょうということで。そうですね。 この中だったら、ちょっと夜更かしあたりいかがですかおはい。夜更かし。わか,かりました。じゃあ、まず一つ目のテーマは、夜更かしということで、お願いします。<ん>はい。ということで、じゃあ一つ目のテーマ、夜更かしということなんですけれども、まあ、どうしてもね、夜はついつい、 遅くまで起きてしまうことが、まあ多いかなと。まあ、私も正直ちょっと夜更かししちゃうタイプではあるんでね。うーん。まあ、トカピー先生は夜更かしが大好きでしょうね。<笑><笑>あいや、まあ、なんでしょうね。なんか別に変なことしてるわけじゃないですけど、まあ、なんか夜ってちょっとワクワクするところが <laughs> あるんですかね。まあ、 まあまあでもちゃんと言うとあれですね。やっぱ夜って集中しやすいとかそういうのもあるかなと思ってて。うー,んうーん。まあ本当日中と違ってこう静かな雰囲気の中でですね。まあ何か、例えば一人でゲームをやったりでもいいし。まあ今だったらちょっとなんかね、動画の編集なんか作業をするのにも結構ね、やりやすかったりするとか。まあそんな感じのところもあったりするんですけど。うん まあね、ちょっとやっぱそういう意味でね、夜、ちょっと長く起きてるケースが、まあちょっとね、今でもやっぱりあるなと思ったりしてはいるんですけど。うん。甘藤さん的にそのあたりどんな感じですか私は夜よく起きてます。おお。それはなんかどういう感じで起きてたりするような状態ですかゲ,ゲームしてて気づいたら、明け方になって仕方なく寝てます。 <laughs> なんか、だいぶ夜っていうか、朝ですね、そのレベルまで行くと <laughs>。いや、まあ、ギリギリ夜です。<laughs> なるほど。いや、すごいですね。まあ、確かにね。まあ、確かに自分もあんま人のって言えないかもしれないけど。まあね、確かにね、やっぱなんかついついね、やっぱ気づいたり時間が経ってるんですよね。そう。あ、だから言い方を間違えましたね。その、別に夜更かししたくてしてるんじゃないと。 遊んでたら勝手に時間が経ってるんだと。<laughs> <laughs> そういう、そういう感じでよろしいですかね。なんかね。うん、ちょっとこう、新しい気づきというかね。<laughs> まあ、まあ、そんなことなのかもしれないですけど。まあ、ね、確かになんとなく甘藤さんもちょっと夜起きてんじゃねえかなとかちょっと思ったりする時がたまにありますね。うん。なんとなくですけど。うん。うん、仕方ないですけど、気づいたら夜遅くになっていて、 そのせいで次の日も朝起きれなくて、次の日も続いたり復活かしないといけないんですよ。まあ、なんかもう、割と良くないサイクルに <laughs>、手に入ってしまうやつですね。朝起きなきゃいけないけど、なかなか起きれないとか、まあね、そういうふうになったりしますからね。うん。うん、ね。まあ、あとあれですね。で、それで眠いから、じゃあもうちょっと今日は帰ってすぐ一回昼寝しようかな、みたいな。 まあでもそしたらこう一回寝て起きたら逆に寝れないみたいな。また遅くまで起きちゃうみたいなね、そういうパターンもあったりしますよね。うん、でもね、でもね、なかなかやめられないですよね。いや、かしでそうね。なんでしょうね、不思議な夜の楽しさっていうか。うん 今はね、さすがにあんまりもう、というか、まあする機会がもうね、ほぼないからあれですけど、結構夜ドライブに行ってみたいな。なんかこう車でちょっとこう、うん、まあねそんな遠くまでは行ってないと思うんですよ。でもなんかちょっとこう、ふらっとこう、外に行ってで、一回りして帰ってくるみたいな。うん、やっぱね、車運転するなら運転するで気持ちいいんですよね。やっぱ同じような理由というか。うーん。うん 日中でね、その渋滞してる時にとかっていうのとはまた違う雰囲気で運転できたりするんで。うん。そうそうそうあ。そういうのはね、前はまあちょっとそういうふうにしてた時もありましたね、夜はね。うん、なるほど。うん。私は主にゲームしてるんですけども、はい。高ピースはどんな理由で起きていますか ?G-Pack? 先に作られます、うんあ。そうですね。 まあゲームするときもあるし、変動がいじったりとか、まあなんか作業したりするときもあれば、まあそうっすね。まあ誰かの家に遊びに行ってとか、まあなんかいろいろかなって。まあ今振り返るとですけどね。まあだからね、学生の頃に友達の家に遊びに行って朝までゲーム大会やっちゃおうみたいななんかね、まあそういうのもあったりしたと思うんですけど。まあだからそういう意味なんか夜、 カつというか夜行動するケースは多かったかなと思うんですよ。うん、新しい言葉夜活です。朝活じゃなくて夜活ですからね。マイナスばっかり読むような効率が落ちるとか、<laughs> 日中動けないとか、体調を崩すとかの、うんうん、体に悪いことオンパレードの夜活です。そうですね <laughs>。ただまあ、多分、多分ですよ。多分ですけど、その、 おそらく体質的には多分朝型か夜型かって言われたらおそらく夜型なんだろうなとは思うんですよ。そういうもんですかね。うん。いやまあ自然にね生活リズムでそうなっちゃってるだけかもしれないですけど、うん、なんか朝早くにそんなシャキッと起きれるかって言ったら多分そんなことはないなっていうのもありますし。 うん、それはでもあれじゃないですか。寝る時間細いからいじゃないですか。いや、まあ、だから、だから、まあね、そう、そう、そう言われたら、<laughs> そう、そう言われたらそうかもしんないですけど。<laughs> うん。いや、まあ、でもなんか、夜は比較的大きいけど平気だな、みたいなのは、まあね、うん、もちろんね、そのベースがあるからかもしんないですけど、なんかそれはそれで思ったりしてて。で、そう、まあ、そういうのもあって、一時期夜勤の仕事してた時があって、<あ>夜ですね。 まあ夜から朝までみたいな仕事をしてた時があったんですけど。うん。まあまあ、まだなんとかなってたかなって、その生活リズム的には。うん。いやー、夜勤体調崩しますね。うーん。そうね。まあ、だから、ちょっとね、まあ、 多少あったかもしんないですけど、生活のリズム的にはまあまだなんとかなってたかなっていうのが当時の印象ですけど。う,ん、うん。いや、夜勤終わった後のちょっと朝の朝定食みたいなね。ちょっと牛丼チェーン店みたいななんかそういうとこ行くのがね。いやなんかちょっと今振り返ってもあれは美味しかったよな、みたいなね。なんかそういう <laughs>。その、仕事上がりのビールじゃなくて仕事上がりの朝定食みたいなね。 うん、あのね、だから逆に言うとあれですよ、なかなかね、朝定食を食べれる時間に外にいる機会がね、ないというのも <laughs> あったりしてですね。朝ね、ねうん、なんか朝仕事に行くってなったとしてもその、仕事前にそんなしっかり朝食食べる時間作れるかっつったら、正直そうじゃねえなとかっていうのも含めて。うん うん、そう。あの朝定食いいなとかって、ね、思ったりするんですけど、なかなか機会がない。ない中で、仕事が終わった後でその朝定食を楽しめるっていう。これは素敵じゃないかなとう。うん、しかもお値段リーズナブルだし。そうそう。うん。なんか夜更かしじゃなくて朝の話になりがちてるけど、まあ <laughs>、まあ、<laughs> ただ一つ難点はありますよね。その、<ん>夜の時間が楽しい って言ってるにもかかわらず、その時間に仕事を当てたら、あれこれある意味本末転倒じゃないかと思ったことがあってですね。<お>そう。いや、できるとはもう、その、リズム的には。ただ、うん、でもそういうことじゃないかなって。なんか夜のその、ね、ある意味自由に使える時間を仕事に当てるのは、なんか変なし、もったいないかなってちょっと思うところがあってですね。こんな時間に仕事してられるか。 なんか、なんか違うかなって。<laughs> そう、そうじゃねえかなって思って。ねまあまあね、もちろんやっぱ、ね、体調やらなんやらっていうのも含めてだったと思うんですけど、まあまあね、今はちょっと夜勤はしてないので。うん。うん、そうね。でもやっぱそういうのも含めて、なんか夜って結構活動する機会が、まあ過去振り返ってもあるなって思ったりしますかね。うん、うん カビーさん夜の会も開いてましたから。はあそ、そうですね。まあまあね、そんな、そんなこともありましたね、今振り返るとね。真夜中に遊,<あー> <laughs>、まあ、遊んでましたね。遊んでましたね。まあ、そう、朝まで遊ぶ、いや、でも、まあ、ね、いいのかどうかは別として、まあ、あれはあれで楽しさはあったと思ってるんですよ。うん。まあ、それによってね、やっぱこう、 新しい会が生まれるきっかけになったりとか。まあ、その、終わった後になんか朝ファミレスで飯食いながら語り合ったら、なんか今でも続けてラジオなんかやってたりするようなこともあったりとか、まあね、そんなこともあったりしますから。うん。いや、だからまあ、それはそれで、まあ自分としてはね、まあいいこともあったと思ってるんですよ。うん。うん。まあちょっとね、やっぱ夜だとどうしてもこう、 ちょっと騒音問題というのもあるので。いや、まあちょっとやっぱね、それはやっぱね、自分としてもちょっと、まあそういうこともあったので、まあちょっとそれは申し訳ないなと今でも思ってはおりますけども、うん。やっぱね、そういうのはね、別に夜遊ぶのは別に、ね、別にしたければすればいいと思うんですけど、まあくれぐれもというかね、やっぱ人に迷惑のかからない遊び方をぜひね、していただければいいなと、私はね、ちょっと、まあ改めてちょっと思いながらもいい ちょっと伝えたいなと思ってる時代でございますけど。はい。う,かうん。まあまあそうきっといろいろッッ、ね、いろいろまあいい。まあちょっとね、ちょっとね。<laughs> まあ、それ触れていいのかってところちょっとあるんですけど、まあまあ。<laughs> そうそう。私はよくわかりませんか <laughs> 何かあったんでしょう。ああ、そうですか。ああ、そうですか。まあそうかもしれないですね。<laughs> そうですね。<laughs> まあまあいろいろね。まあそういうところも含めて、まあ夜。 まあね。夜更かしすると、まあいろんなことがあるんだぞということがね。まあ伝えたいことがよくわかりませんけれど、<laughs> まあまあね。そんな感じでよろしいでしょうかね。<laughs> はい。いいじゃしょか。わかりました。じゃあまあ、一つ目のテーマはじゃあ夜更かしということでお届けしました。はい。じゃあまあもう一つぐらいいけそうですけど、 もう一つはどんな感じにしましょうかどうしましょうそうですね。もう一つ。うん。じゃあ、流れで自由とか言ってみますかお、昔か,からの自由。そうですね。<由>はい。なるほど。はい。じゃあ、二つ目のテーマは自由ということで、はい。お届けします。いかしてこんな。 まあ、うん、そうですね。だから夜起きるのも自由だと。まあ朝早く起きるのも自由だと。まあそういうね、いろんな意味で自由があるということをちょっとね、今の話の流れに続けてちょっと、まあ、お伝えをしていきますけれども。うん。うん。まあ自由っていうとすごく、なんか開放的に捉えられる言葉かなと思ったりしますけど。 甘藤さん的にこの単語、キーワード聞いたとき、どんなこと思いますか自由の、何も与えられてないから。ああ、なるほど。逆に。だから、何もあの、こういうフォーマットがとかは与えられてない。はい、ああ、そうですね、確かに。うんまあ、例えばね、こう、まあ、制服を着なきゃいけないかどうかとか。 私服でいいかどうかとか。うん、まあ、それも含めて自由、服装自由みたいなね。うんうん、まあ、そうね。まあ、自由と言っても、実は、それは何でもいいって意味じゃないんだぞみたいな、なんかちょっとね、言葉の外に隠された意味みたいなのもね。中にはあったりしますからね、そう。いやその、自由っていい場面もあるんですけど、結局自己責任かなと思って。うん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 。うんうんうん だから自由にした結果何かがあったらその代償をね、払う羽目になるかもしれない。うん、まあ、そうですね。確かにそう、自由って言うと、実は責任を伴うんだぞっていうことは、まあ、よく聞かれますかね。うん。うんでも確かにその通りかもしれない。例えば、こう、この時間に来てくださいね、この服装で来てくださいねっていうふうに言われれば、 それはもうそうしてくれって言ってるっていう前提があるから、まあそれに従っておけば問題ないだろうっていう風に捉えられるけど、自由っていう風に言われてしまうと、じゃあどうすればいいかも、その選ぶ側が考える必要があるというところがやっぱりあるんだろうなと。うん、はい。うん。だからまあそういう意味では結構ね、ただその解放されたものっていうわけでもないんだぞ。 っていうのがやっぱりこの自由っていうキーワードですかね。うん。結構日本人ルールなんだかんだで好きだと思いますそうですね。うん。なんか自由に言って言われるとすごい困りそうな気がします、うん、はい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 。確かに。何でもいいよが一番困るんだよみたいななんかね。何でもいいけど責任は取りたくないみたいな。<laughs> うん、そうね。 含まれてる。そう、その辺がやっぱ含まれてるなと思います。うん。僕は自己責任な世界、ね。そうね。夜更かしして、ひどい目にあっても自己責任です。<laughs> それは、まあ、自己責任は自己責任だと、あかんやろっていう話でね。まあ、まあ、まあね。そう、やっぱり夜だとね、どうしてもその自由に別にやるのはいいけど、その分、まあ、血がちょっと、 日常というか日中とはまた違ったちょっと影響が出るケースもあるよねっていう。そこも含めて考えなければいけないよねっていうのはまあ改めて感じるところですけど。うん、まあでも自由のいいとこもいっぱいありますよ、ね。うん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 。まあなるべくやっぱりその自由を尊重してもらえた方が、なんか素直に自分が考えたことを表現できることにもつながるんじゃないかなとは思うんですよね。うん。うん、だその自由に表現できる っていうのがやっぱそれはそれで大事なんじゃないかなと思ったりしますし、うん、もちろんね内容や度合いもあると思うんですよそれについては。うん、ただまあやっぱりその率直に思ってることを表現でき伝えられるっていうのってやっぱなかなか気を使ってできなかったりとか、うん、やっぱそういうことも多いことを考えると、まあ、なるだけできるように越したことはないんだろうな。 多分その方がこう気持ち的には楽になるんじゃないかなと思ったりしますからね。うん。そうっす。うーん。だからまあまあね、ある意味我々のこのラジオも、まあテーマを選んでお届けするっていうまあルールというか、まあ一応コンセプトはつけてますけど、まあそこから先何を話すかっていうのは、まあ我々でもその場で考えて伝えている状態ではあるので。 まあ、ある意味自由度は高いのかな。うん。うん。まあ、だから自由度が高いからね、もう正直、その話の筋がどっち飛ぶかもわからないっていう状態の中でやってるんで。うん。そうです。はい。まあね、そういう意味では、蓋を開けないとわからないラジオっていうのが、この <laughs>、まあ、あまたかのチョイスだと思いますからね。<laughs> <laughs> まあ、自由度はかなり高いでしょうね。一応、その、気を使ってる部分もありますけど、やっぱり自由度高いと思う。うんうんうん。 確かに。うん、うん。そうね。まあ、そういう意味ではね、あもちろんその、喋ってる時に、なんか変な間が空いたりとか、ちょっとたどたどしくなったりとか、そういうところもあるかもしれないですけど、<laughs> <laughs> まあまあ、それはそれとしてね、まあ、ちょっとそのゆるい感じを楽しんでもらえるような、ラジオっていうスタンスでいいかなっていうのも思いますからね。 なんかこう、そういう感じで言うと、逆に普段って結構自由度低いですよね。ああ、なるほど。はい、普段の生活の中で、はい、結構の、これはやめとこう、あれはやめとこう、みたいな。はい。なんかこう、日本人だからかもしれないんですけども、ね、結構その、はい、抑えてる部分がいっぱいあるような気がしますね。うん、はい、うん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 。確かに。 日常の方がもしかしたらいろんな人と関わる機会もあるから、まあ、それによってちょっと伝えることも、より配慮が必要だっていうことで、まあ、そうなってるかもしれないなとは思いますけど。まあ、うん、うん、それであれば、じゃあそうじゃない場でどう表現できる場を作るかというか、まあ、なんかそんな機会があってもいいかもしれない。うん。ね、うん。まあ、我々にとってはそれがまあ一つ、ラジオかもしれないし、 うん、まあ私に関しては今のところ、まあ、ゲーム実況なんぞもちょっとやってはいますし、うん、まあ何かね自分がやりたいって思ったことでもいいし、まあ、こういうことをできるんじゃないかと思ってやるでもいいしなんかそういうものが何,何かしらあるとまたちょっと違った楽しさというか、まあ、つながるんじゃないかなと思ったりしますからね。昔はその 自由度100%がいいと思ってたんですけども。はい。自由度100%って結構行きづらいうん。なるほど。今はそう思います、ね、うん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 。まあ、なんだかんだでやっぱ誰かがこう決めた、まあ、ルールというか、うん、筋道というか、なんかそれに沿っては置きたいみたいな気持ちって働くんだろうなって。 本当にこれでいいのかなっていう風にこう。そうです。はい。うん。なんかこの、方向が本当に定まらないと、どっち行っていいか全くわかんない,、はい。うん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 。100%自由だと本当に360度動けるよみたいな。はい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 。感じだと、どっち行ったらいいか本当にわかんないんですよね。うん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 。なんかある程度、右だよって言われてる方が右ねって,言って。 なるから、その方が逆に楽だったりします、うん、はいはいはい。確かに。まあね、だからそういう意味では、こう、その、ある程度決められたルールの中の社会というか、コミュニティというか、それに属している人が多いっていうのは、やっぱりその裏返しなのかもしれないですね。うん ああ、とはいえね。まあ、なんかこう、うん、誰かと一緒っていうよりも、何か自分だったらこれができる、これがやりたいっていうふうに、まあ、なんかその、もしかしたら表現する機会も、なんか求められてきてるのかなとか。うん。うんだその辺の、なんていうか、こう、ジレンマというかね、どうバランスをとっていくか、みたいな。やっぱそういう考え方っていうのもちょっとね、必要になってきてるかもしれないので。 比較的その趣味とか芸術の世界は自由な方がいいかもしれない。うん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 。そうですね。まあ例えばその、どんな大きさのカマキリ描いても自由だと思いますしう。うん、はい。まあ、うん、自由ですよ、そうですよ。なんか誰かが昔絵を描かされたら、なんかカマキリ描いたらすげえちっちゃいみたいにいじられたみたいなことがね、<laughs> ありましたけれども。 まあまあ自由ですよ。それは自由ですよ。うん。ま、う、あ、ん、まあね。いやまあ、いずれにせよなんか、その、まあ自分がこう、率直にやりたいって思ったことをやっていった方が、多分結果としては納得できる気はするので。うんうん、そう、別にね。そう、だから別にカマキリをこのサイズで書いたって言ってこう書きたいと思ったからいいんだよっていう話です。<laughs> そう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 。そうね、なぜかも。 なぜか周りの反応がおかしいなって思うところはそういう時ありますけども、いやまあもしかしたらね、そういうものかもしれないなって。なんか率直に自分の思ったことを表現していくと、まあね、何かしらこう人と違うあれって思われることも中にはあるかもしれないと。ただまあそれもある意味個性だって捉えられる範囲であれば、まあそんな自分もいいんじゃないかって思えると、 ある意味自分ね、自由な自分も肯定できるというか、それでいいんだって思えることにもつながるのかなって、なんかそんなことは思ったりしますかね。<laughs> そうでしょうね。そのはい、いろんなことがあるけど、やっぱり自由にしている方がいい場面が多いのかなと思います。うん。ですね。はい。まあまあ、じゃあそんな感じで2つ目のテーマは自由ということ。よろしいでしょうか。 分かりましたということで今回もそろそろ30分ということで終わりの時間が近づいてまいりました<ん>、はいえー、改めると、えー、最初のテーマが「夜更かし」そして2つ目のテーマが「自由」ということでお届けをしました<ん>はいまた次回以降も同じようにテーマを 選んで、チョイスしてお届けしてまいりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。うん、はい。それでは、あまたかのチョイス。私たくかぴーと。あまとでした。はい。今回も最後までありがとうございました。ありがとうございました。